やっぱりこのりちゃんはイメージいいんですか。あ、そうですね、やっぱお酒の席でも一切も変わらず紳士でしたね、常に平常心やから、だってお酒飲まないから飲めへんからそれで変わったら単なるその人の人間的におかしい、おかしいから、変わらず破綻きたしてるから常に冷静それは褒めるとこじゃないですよ一緒じゃないですか、コーヒー飲んだらめっちゃやらしになったらお前カフェに弱いお茶もあかんやん、はい、面白いやろ、お茶もあかんやん、楽しいですね。でもあの皆さんで集まってる時は、うん、あの結構寡黙でした。いやあれさ、最初前座喋ってたやん、そうそう、来る前に、まあ、ぬくめるって変やけど前座してたやん、そうなんですね、来て皆さん来てからどうぞっていうポジショニング取ったんや、私おもろいで、ね、このりちゃんだからね、ほかだりさがこのりさん、うん、このり兄さんに男の色気感じますってね、ああ、ね、嬉しいやないですかね、嬉しいですね。で宮崎元気さんは破綻が来てる、うん、人間が破綻してるわかるやろそれ、全然違いました。このりさん人気って女の子から高い、女子部から高いねんな、そうですね、はい、いやでもね、僕本質は元気ちゃんみたいな憧れあるんですよ、あ、嫌だけたなって周りが、男が あいつかっこいいなみたいなね、でもやっぱりね、あ、車で僕も断った口なんですよ、よって元気ちゃんがね、なんか電話して知り合いが車来てまんねんと、そんな、なんやね、知り合いが車来てまんねん、だからそれを深く使う方がええなぁ、分かるのかしらね、ほんで、うん、来とんねん、先輩とかいっぱいおんねん、うん、ほんでな、うん、ほんでな、東署とか行ってな、うん、寝屋川やな、うん、ほんでな、うん、どこどこ行ってな、どこどこ、お前何人乗すねん、お前マイクロバス来とんかみたいな、俺ダム工事かみたいな、それはもう、僕は走りはせんかったから、丁重にね、元気ちゃんありがたいけど、お断りしますって、もうその方がええと思うわ。絶対もう事故手前でしょ、分かる分かる、年末のな、あんな時に、あんで誰が運転してるか分からへんやん、元気ちゃんの友達、そうそう、相手分からへんから、分からへんやん、元気ちゃんの友達ってそったら、ある人がやから、絶対なグレーやで、黒に近いグレーでしょ、限りなく黒に近いグレーや、車の色がですか、車の色がというのが、でもなんか、白手袋してると思う、きっちりはしてると思う、きっちりしてるやん、挨拶ぎっちり、挨拶、はいはい、まあでもそれは正解はもう、うん、そこは一線引いとく方が大事だの方がね、やっぱそれは警戒心、危機管理しとかな、ね、そうそうね、巻き込まれたら損するね、損しますね、欠席裁判完璧終わる、あの人はあれでええの、逆にあの人はあれからおもろいわけ、ね、あれが元気がそんなんだったらおもろい、そうなったらダメでしょ、だって前は前であいつ飲んでる時に、うん、自分のタレ親で、うん、もうずっと前立つね、あげたらいいやないかい、いやあげまへん、ここは芸人の世界です、うちのタレは片桐ですと、ずっと軽自動車で待たせる、ほやで、むちゃむちゃ、もうそんな彼女には厳しいねんで、全部彼女の家に居候されてさせてもらってるくせにな、そうなんですか、いやでもそれが不思議や思いません、不思議や、普通俺みたいなやつがそんなんしたらもうすぐもう別れるって言われるけど、でしょ、よっぽど魅力的なんですね、ええ言葉や、それはええ言葉やね、それだけ待ってでも待ちたいと思う、もうね、浮かばれる浮かばれる、それがたまに通報されてる極端なんですね、極端ですね、もう100ゼロなんですね、100ゼロ、100ゼロ、まあでもまあ男の自賠責、そうそうそう、いやでもな、あんなことやってたら、はい、この古式のね、はい、あの食べ方とか見たら、はい、気持ちいいやろこいつ、いや豪快やったわ、豪快です、はいはいはい、美味しかったです本当、あのお料理も最高でした、お料理ってあれ全部あれやで、あのまあ黒井ちゃんが王将買いに行ってくれたりとか、はい、まあお姉さんがおでん作ってくれたりとかしたんだけど、美味しいですっていう気持ちいいですよ、食べっぷりが、はあ、いやそれや、そこから話は急転して、どういうことなんですか、28年間、はあ、貧乏の一番下の世界を生きたが古式さやかが、はいはいね、貧乏貧乏ダンス思いっきりこう思いっきり下のとこ思いっきりさや、はいはい、ごめんね、ネタやからね、はい、謝っといてなご両親に、古式さやかが正月早々すごい展開になってるっちゅう話や、どういうこと、どっちゅう面で、うん、お金の面、恋愛の面で、今何て言った、恋愛とお金、お金、その2つが、えお金と、ね、これはね、やっぱりこれ言うてええのか悪いのか分からんけど、紙芝居にしてまいりますなんでやろ始まり始まり、めんどくさいでしょ、水飴終わったんめんどくさいでしょ、そんな人あの鉄拳みたいなやつがいる鉄拳
みたいな。こんな公式嫌だ。嫌だ。最後泣ける。お金があるとき。お金があるとき。ドキ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 。なげペロイ。おもろいでしょ。おもろい。みんなおもろい。何があったんですか。いや実は俺はこう海運亭でトークショーやったやんか。はい、やってイベントやってん、はい、女子部、はい、全員女子部出たわけで。はい、な綺麗なところもおるわ。公、うん、式みたいな貧乏の売りにしたね女の子もおるわ。はい、ああもうもう見よ中で。でまあいつも来てくれるお客さんファンの人がおる。はい、でまあまあ終わったからいつもその人がもうずっと昔から俺を車で家まで送ってくれはんねん、うん、俺酒飲んでるから終わったから打ち上げで、はい、で酒でいつもその2軒目行く時にその人が車運転しはるからそうすると飲まないですもんね。そうすると飲まへんから、うんうん、でもう鍋もしてんねんけど、うん、でみんなで2軒目の店行くねん、うん、そういった時にいや、まあ、店長みんな知り合いねん、はい、うん、いや今日飲もろかったな言うてみんな言うてくれるわけよ、うん、小敷さんこいつたまたま来よったわけよ、うん、その後何もないし、はい、小敷さん紹介した人おんねん、え店の店長も言うわけよ、2軒目行ったね、うん、めちゃめちゃ高級な焼肉屋さんや、うん、いやあんな貧乏ネタあれ本当ですかとか言うから、うん、いやもう本当なんですよ、うん、でご飯の食べ方も焼肉も美味しそうに食べるから、うん、残さへんねこいつも綺麗に食べるしわ、うん、実は、うん、競輪選手なんですけど、そこのお店競輪選手も実はよく来るおうおうおうでめちゃめちゃいいやついるんですと、うん、で去年の賞金ランキングは5000万なんです、うんね、一流じゃないですか。いやほんで言うてみたら、いわゆる競輪祭とか競輪グランプリにももう名を連ねるような、うん、いわゆる慶応閣とかで出てくる、うん、小倉とかで出てくる、いやもう名前言うたらもう競輪界ではって、うん、そんな私そんな稲田君28やねんけど彼氏も全然おらへんのよ、うん、なあ、はい、いなくて、うん、なんかもうドキドキしました。ほんでそんな時にもう一人こっちにもうちの女子部の女の子おったから君も紹介してあげるわ、うん、言うけどまず2人な電話なそうどうしても小敷さんに紹介したのこの子やねんな、あ留守電や、うん、って聞いて、うん、残念や、うん、でもう一人の子もね、あ留守電やって聞きたい、うん、ほな3分もせんうちにその小敷に紹介したい中賞金ランキング5000万の男から電話かかってきて、あ今実はこのいつも飲んでて、うん、よかったら来おへんとか言うて、まあまあ紹介したような女の子もおるしとか言うたら、パンと言ったら15分後にブワー来んねん、ポルシェで、あポルシェで、あ自転車こうやって来られる、まあ、自転車にポルシェありますけど、ね、そうそうハマーもありますね、ポルシェで、あ近所に住んでるんですか。まあまあ15分ぐらいの、ポルシェやで、28歳独身、うわどんなチャラチャラしたやつや思て、うん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 、なあポルシェ乗って28歳独身で賞金ランキング5000万稼いでるからどんなやつやと、はいはい、思ってパッと来たら、うん、めっちゃ爽やかで、うん、めっちゃええやつやね、もうだからまず何がええかって挨拶できる、基本ですよ、ね、横に座って俺の横に座ってずっと正座してる、うん、でも足崩しや言うても正座してる、うんうん、でドリンクわいて僕が言うまで一切何も注文しない、うん、ずっと正座や、いやなんでそんな君言うぐらい、いや競輪の世界も全部指定制度で弟子入りしてやってますんで、師匠にこうやって、はあ、その師匠いうのが年間1億から 2億稼ぐという賞金ランキングのも競輪界のトップや、こ、はあ、いでこいでこぎまくるぞ、自転車こいでる人周り多いけどね、ちゃう意味でね、自転車こいでる人多いけど、そこで小敷の顔見たら、はあ、もう惚れてる顔して、めっちゃタイプやな、そうですね、もう本当に格好良かったですね、紳士でしたし、男前やったタイプやったっすよ、本当にそうですね、なんかもう格好良すぎますし、いい人すぎて、うん、もうどうしていいか分からなくて、うん、森脇さんにずっと助けを求めてたんですけど、うん、でそこで俺は彼が来るまでいろんな作戦を練ってたわけや、うん、それを来週報告しますよ、気になるなこれこの展開どうなるか、小敷さやかに春が来るかや、はい、